らです。いやーかっこいいでしょ。うん、やばっ。カメラ OK、 音 OK、 やつ OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回ですね、商品を購入して7ヶ月も経ってしまったものを開封していきたいと思います。はっ、はい、電気圧力鍋では早速開けたいと思います。7ヶ月ですね、ホコリをかぶっておりましたよね。では開けていきたいと思います。なんかですね、いろいろ小道具が入っておりますね。あー、これは波が好きそうだ。では本体いきます。ドーン。はーい。いやー、すいません、7ヶ月お待たせしました。電力圧力鍋、お、そして取扱説明書とレシピ本が入っております。おー、ありがたいですね。では本体見ていきたいと思います。こちらです。いやー、かっこいいでしょ、これ。もうロボットじゃん。シロカの圧力鍋。いや、これ欲しかったんですよね。どうやって開けるんだろう。ロックピンを引きながら回して開ける。おお、縦。この中には計量カップと電源コードが入っておりました。多分これ蒸す時に使うものかな。そしてこちら、これくらいの大きさとなっております。あ、いいですね。実はですね、監督のですね、炊飯器なんですけども、もう長く使いすぎて朝にですね1合耐えてるのですが、もう1合ラインが見えないんですよね。でもこれ超見える。なんかこれ、ここめっちゃいい。いいですね、メカメカしくていいね、かっこいい。ここにですね、電源コードがあるので、まあ長さ的にこれくらいの長さとなっております。こいつの後ろに、はい、着きました。はい、おお、はい。というわけでこちらがシロカ電力圧力鍋です。はい、ボタンが大きいですね。わかりやすい。切り、メニュー、スタート、温め、スロー調理、圧力調理というわけですね。ではですね、こちらのレシピ本を見てたくさん料理をしていきたいと思います。カレー 60g。 え？カレーライスできました。お肉いきたいと思います。うまっ。人参もかなり柔らかくなってます。ほら、これ結構潰したら、やば。じゃがいもも柔らかいです。ほら、ほら、ホクホク。そして玉ねぎ、結構もうとろけちゃっておりますが、まろやか、甘い。これは自分で作るより美味しく作れますね。とてもおすすめです。鶏肉、じゃがいも、人参、玉ねぎ、ホワイトソース、人参もめっちゃ柔らかくなってます。あんなに大きかった鶏肉も結構ほぐれていますね。味が染みて美味しい。じゃがいも、あ、ホクホクで美味しい。とても美味しいです。80、醤油70、水20、トンミリ70、
商品を購入して7ではですね、こちらのレシピ本を見て、ではですね、こちらのレシピを、おなんかこれ、ここ、このここなんかいい、めっちゃいい、はい、おいいですね、メカメカしくていいね。